熱浦駅は北海道スッツ群黒松内町あざ白井川にある北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は S29。電報略号は熱。函館支社管轄が北端にあたり、次の木名駅から滝川駅までは北海道旅客鉄道鉄道事業本部管轄となる。国鉄時代は北海道総局と 青函船,船舶鉄道管理局の協会が当駅、上目名駅間にあり、当駅始発の区間設定もあった。また、急行、セタナの始発駅でもあった。国鉄分割免営化後も、車満マ当駅間の区間設定が設定されていた。2016年3月25日までは、朝の当駅始発を車満マンのみの一便が設定されていたが、同年3月26日より、 くっちゃん発の始発列車に統合され、区間運転は廃止された。この東駅始発おしゃまんべ行きの区間輸送が残っていた。理由は、北海道教育局が定める高等学校通学区域の特例として、黒松内町の一部が北海道おしゃまんべ高等学校の通学区域に入っているので、その通学の便を図るためであった。廃止になった一往復も、 通学時間帯に運転されていた。当駅の所在地近辺の地名より、地名はアイヌ語のクンレネペの川の詰まった言葉に由来する。旧駅名の歌室はアイヌ語のオタ、室に由来する。相対式ホームに面2線を有する地上駅で列車交換可能な交換駅となっている。互いのホームは駅舎側ホーム西側と対向側ホーム西側部分を結んだ。 校内踏切で連絡している。駅舎側ホームが上下教用の一番線、対向側ホームがやはり上下教用の二番線となっている。その他二番線、旭川方から校内、中央部分までの行き止まりの側線を一線、有している。この側線は1983年4月時点では一番線の、1983年4月時点ではその他一番線、 箱館方からホーム西側まで戻る形の行き止まりの側線を一線有していた。この側線と中線の箱館方天鉄器は1993年3月までには撤去されていた。おしゃまんべ駅管理の無人駅となっている。駅舎は構内、友人駅時代の駅舎は改築され、ネップホールと名付けられた町民サロンを併設し、出入り口に 三角屋根の日差しと明かり窓を有し、木製板張りの内装の駅舎となっている。周囲の自然豊かな山々をイメージし、雪に備えて基礎を高くして階段を備えた建物である。駅舎内にトイレを有する。また、人形の置かれたショーケースが設置されている。1日の平均乗降人員は以下の通りである。1976年の熱布駅と、 周囲約750メートル範囲。左が、おしゃまんべ方面。国土交通省国土画像情報をもとに、作成ソリンがどこまでも続いているような場所に位置する。北海道旅客鉄道函館本線、黒松内駅ネップ駅上目名駅、木名駅内消し線は廃駅。ありがとうございます。